ラムセス11世、ラムセス11世は古代エジプト第20王朝の第10代ファラオ。即位名はラーの正義を止め、プタハに選ばれたものを意味するメンマートラーセテプエンプタハ。彼の知性をもって新王国時代は終わりを迎える。先代の王ラムセス10世との関係は分かっていない。ラムセス11世と10世。 先々代のラムセス9世が親子関係にあるとすれば、王の娘、王の妻、王の母の三つの称号を持つ、同王朝の王妃ティティが、ラムセス10世の妻である可能性もあるが、第、ハリス・パピルス等の資料から、ティティはむしろ、ラムセス3世の妻である可能性が高いとされる。治政中、ウェイジプトの支配権は、テーベを拠点とするアメンの新官団が握り、 事実上の支配者として振る舞っていた。王とペルラムセスから統治する、ラムセス11世の権威が及ぶ地域は、ゲーエジプトに限られていた。だが、新刊団の権力も安定していたとは言えず、上エ,エジプトの支配をめぐる清掃が続いた。王の治世の半ば頃に、ヌビア総督のパネヘ氏が、大見和刊アメオヘテプを失脚させた。テベでの地位を確立したパネヘは、王の代理として、 テーベを統治しようとしたが、治世19年頃には、軍司令官ヘリホルがその地位にとって変わった。ヘリホルは、アメンのオーミワー館の地位を得て、さらに最小をはじめとする多数の養殖に就いた。その中には、ヌビア総督の肩書もあったが、実際のヌビアはその後も10年近くの間パネヘ氏の勢力下に置かれた。テーベの支配者となったヘリホルは独自の年号、ウヘムメスートを採用し、 神殿にカルトゥーシュで囲まれた自らの名を刻むなど王として振る舞った。この時点でテーベは事実上の独立国家となり、エジプトには南北二つの王家が並立することとなった。ラムセス11世の治世28年目頃にヘリホルの後継者ピアンキガネオビアへ遠征を行った。これはパネヘシ討伐を名目としたものと考えられるが、 別の敵に直面したパネヘシエの援軍とする説もあり、両勢力の具体的な関係についてはよくわかっていない。ラムセス11世は同王朝で2番目に長く約28年から30年間を多いにあった。彼の死をもって第二十王朝の系譜は途絶え、同時に古代エジプトが最も繁栄した新王国時代も終焉を迎えた。その没後は、 タニス周辺を治める有力諸侯で王の娘婿だったネスバネブジェトガートを次、新たに第21王朝を創始した。ありがとうございます。